こんにちは、ビハイア株式会社の大山です。本日は弊社で運営しているアニメゲーム漫画業界のクリエイター採用に専門特化した求人サイト、ラクジョブの採用成功事例についてお伝えしたいと思います。で、今日は 2DCG デザイナーの採用成功事例なんですけれども、こちらはですね、ソーシャルゲームのカードイラストを描いている、会社さんの方で新卒の 2DCG デザイナーを採用していただきました。で、経歴的には新卒ってことなんですけれども、実質、本人ピクシブでかなりたくさんの評価をいただいている、ものすごいもう独学でも絵がうまいっていうあのデザイナーの方で、その人がですね、もともと採用の責任者の方はピクシブでもその人のが、画像を見ていて、でちょうどたまたまラクジョブで応募してきた人の作例を見てみたら、あれこれ見たことあるぞって言って調べてみた結果、うまいなと思って、発注しようと思ってた人だったっていうようなオチでねえ、そんな偶然あるんだなっていう感じで、こうデザイナーさんとかもそこで、あ、ピクシブ見ていただいたんですかって言って意気投合して、即採用って形になりました。でデザイナーに関してはですね、あんまりこう経歴って実は関係ありません。それこそこうデッサンに近いような写実的な絵を描くとかっていうのであれば、もちろん美大卒とかの方が得意だったりはするんですけれども、あとは業務経歴とか、どこの大学を出てるとか、どこの専門学校を出てるとかっていうよりは、もう個人のセンスだったりとか、こう時代に求められてるものをどれだけ的確にこうキャッチして、それを自分の絵柄にできるかで、求められたものを商業的にこう成功させる絵が描けるかっていうところによりますので、実際にどんな絵柄描ける人がいるのとかっていうことに関してもご質問いただければ、一部見せられるものもありますので、ぜひぜひこちらまでご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。